はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、ドゥモドゥモ、はじめましての方ははじめまして、そうでない方はこんにちはということですね。今日の動画で何をやっていくかというと、先日から始まりましたザラのセールのおすすめ商品を5点ねちょっと厳選してきましたので、そちらを紹介していきたいと思います。で、一応僕はザラの、動画で、いろいろね紹介をさせていただいたりだとか、あとは、セール前の1週間、毎日ね、YouTube ライブっていう形でちょっとやらせていただいてまして、まあ、知ってる方はね、そこでも、言ってるアイテムがあるんですけれども、まあ、初めて、動画を見る方とか、今、セールで何を買おうかなと悩んでる人向けに、ちょっと5点に、絞って、きましたので、それを紹介していきたいと思います。で、一応いろんな、幅広いね、ファッションジャンルの方に合うようなアイテムをちょっと選んできたつもりではありますので、ぜひ、これからね、ザラ土日に向けて、お買い物する方の参考にしていただければなと思っております。では、早速紹介をしていきます。はい。まず1点目が、ビブラムレザーチェルシーアンクルブーツになってます。こちらが 23,990 円の定価のところ、15,990 円となってます。で、こちらのアイテムなんですけれども、去年の秋ぐらいに、発売されたアイテムで、当時はね、確か金額が 21,990 円で、今年に入ってからちょっと23,000、まあ、だいたい 24,000 まで、上がったんですけれども、本当にこのアイテムすごくいいアイテムで、僕も発売した直後ぐらいに、すぐにお店に買いに行って、本当に見た目がかっこよくて、で、ビブラムソールっていう、まあ、イタリアの、ソールメーカーで、まあ、すごい安心感のあるソールになってます。実際に見た目もこれすごいかっこよくて。で、一応素材に関してはレザー素材。まあ、レザーなんですけど、なんかちょっと表面にこう加工が、してあるような、ものになっております。はい。で、これすごいね、履き心地もやっぱり、ビブラムのソールを使っているっていうことでも良くて、結構僕普段から普通に、履いてるアイテムになってます。はい。で、一つちょっと買う方、これから買う方で要注意なのがですね、サイズ感が気持ちややちっちゃめな感じの作りでございます。で、普段僕ザラの靴は40を履くんですけど、この靴に関しては41サイズ、1サイズ上げて、購入しました。なのでちょっとオンラインとかで買う方は、気をつけていただいた方がいいかなと思います。店舗でね、試着できる方はぜひちょっと試着してみて、で、本当にいろんなパンツに合わせやすい、程よくボリュームもあって、で、こう、ちょっとこう、丸っこい、シルエットなので、本当にいろんな靴に、いろんなパンツに合わせられるブーツだと思いますので、ぜひ皆さんもご検討をしてみてください。はい。で、これが本当に1万6000円で買えるっていうのは、本当に素晴らしいかなと思います。普段僕あんまりマストバイっていう言葉好きじゃなくて、どうしても毎回マストバイって言ってると、その信憑性というか、全部言ってるじゃんって感じになっちゃうんですけど、これに関しては僕めったに使わないですけど、マストバイって、ちょっと個人的には、言いたいアイテムになってます。ビブラムレザーチェルシーアンクルブーツ 15,990 円となっております。はい。で、続きましてが、リラックスフィットクロップとデニムジャケット。こちらの 6,990 円のところ 42% オフで 3,990 円のものになってます。で、これも、僕、動画の方で、定価で実際に買ってですね、紹介させていただきまして、クロップドっていうこともありまして、割とちょっと着丈は短め、ちょっと写真、着てる写真とか載せられれば、ちょっとこの辺に載せたいと思うんですけれども、すごい良くて、で、ちょっとしたダメージ加工が、襟元だったりだとか、裾のところだったり、袖のところにしてあって、で、まあ、これがね、まあ、ちょっと好みも、若干分かれるかもしれないんですけれども、そんなに行き過ぎたダメージ加工ではないので、すごく着やすいと思います。で、結構身幅と、あとアームホールとかは太めなんですけれども、着丈に関してはちょっとこうコンパクトな。はい。とは言ってもそこまでなんかすごく極端に短いっていうわけではないので、割とちょっとこう、オーバーサイズのデニムジャケットで、着丈の短いものを探している。まあ僕、ちょっとこう、コンパクトなものを探している方はすごくおすすめだと思います。で、カラーも、3色展開であるんですけれども、まあ、レッドはね、結構個性的な感じです。で、ライトブルーとブルーがありまして、僕買ったのがこのブルーっていうカラー。これがね、本当にダメージの加工と、あとデニムの色合い。もう本当にドンピシャすごく良くて、これが3990円で買えるのはめちゃめちゃいいかなと思います。で、ちょっと今、実際に動画を作っている段階だと、在庫がちょっとね、若干あるみたいなんですけど、もしかしたらちょっと、これから在庫なくなっちゃう可能性あるので、まあ、店舗で買える方と、あとオンラインで在庫復活した時には、ちょっとぜひ狙ってみるのがいいかなと思います。すごいね、
ライトブルーも良かったんですけど、個人的にはこちらの、ブルーっていうカラーが、すごく本当にお気に入りで、僕本当に普通に着てたアイテムになりますので、これ3990円はね、すごくいいんじゃないかなと思います。はいはい。で、次が、こちらですね。スキニーフィットパンツ。で、これは特に何色っていうわけではないんですけれども、3990円が2990円となってます。で、一応まあ、世間の流行的にはこう、スキニーパンツよりも、今どっちかというとちょっとワイドなパンツで、結構裾も長くて、こうワイドフィットパンツっていうのがね、主流ではあるんですけれども、それでもやっぱりね、僕、スキニーパンツ普通に、履きます。まあ、普段からね、結構ブーツとか、細身のブーツとか結構愛用する関係で、こういったスキニーパンツよく履くんですけど、ザラのスキニーパンツ本当に昔からすごい優秀で、まあ僕毎年その、まあセールになるタイミングとかで、この黒ですね、ブラックのカラー、毎年買ってるんですけど、っていうぐらいすごくいいです。ちょっとね、なんかブーツに被せても、裾のところに溜まりができるくらい、割とちょっとこう、裾は長めの設定になっていて、はい。で、黒もこう、なんか、特にこう加工とかも何もしてない黒なんですけれども、ストレッチもいい感じに効いていて、で、もも幅とか裾幅とか、結構ドンピシャで、かっこよくて、毎年、買ってるアイテムになってます。で、結構カラーによってもね、外れ当たりあるんですけど、今回に関しては結構ブルーもいいカラーが多いので、おすすめかなと思います。本当に色によって色というか、色とね、シーズンによって、なんかたまにすごく、なんかチープな感じの加工の時もあったりするんですけれども、今年は何買っても結構いい感じになるかなと思います。結構このあたりは、まあ普段からレギュラーで3990円で出てはいるんですけれども、セールの時にまあ定価が定価から1000円引きで毎回売られてるので、まあこの際にね、普段からこうスキニーパンツ買ってる人は、買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、どうだろう、皆さんスキニーパンツ意外と履く人多いと思うので、このあたりはチェックしてみてください。はいはい。で、次がダメージドカーゴデニムパンツになってまして、1990円が7990円となってます。で、こちらちょっともしかしたら動画を公開する頃には在庫がねちょっと少なくなっている可能性もあるんですけれども、これ僕がセールの1週間ぐらい前に、実際に動画で、買ってですね、レビューをしたアイテムになってます。で、これすごいかっこよくて、実際に物あるんですけど、もう、まあ、シルエットは本当に、写真で見た感じなんですけど、ダメージ加工が、これ生で見ていただくとわかるんですけど、めちゃめちゃリアルで、この、まあ、立体感というか、で、カーゴポケットもこういう感じで、で、色もね、こう、ちょっとこう、ライトブルーではあるんですけれども、ちょっとこう、黄色いような、こうちょっと着古した感じっていうのがすごい出てて、僕正直この写真で見るよりも実物の方がかっこいいと思ったぐらい、気に入っているアイテムになってます。で、こういうね、裾のダメージだったりだとか色合いも良くて、まあ、履こうと思ってた矢先まさかの、セールになるという、これだから7990円で買えるんだったらめちゃめちゃお得なんじゃないかなと思います。で、ちなみに僕普段28インチ29インチのデニムを履くんですけれども、サイズは38、日本サイズで30を選びました。ちょっと若干腰落として履きたいのでそのサイズにしました。はい、まあ、これ7990円だったらめちゃめちゃいいと思うので、皆さんも店頭で見かけた際だったりだとか、まあ、あとこういう、まあ、ちょっとこれに関してはだいぶ好みが、まあ、加工がね激しめなんで好みが分かれると思うんですけども、セールで見かけた方はぜひチェックしてみてください。はい。で、ラストが、ソフトミニマルトートバッグになってまして、こちらが5990円が3990円となってます。これも僕っていうかたまたまなんですけど、今日紹介するアイテム僕全部あれですね、定価で買ってるアイテムになってます。なので実際に僕が履いてみて使っていいアイテムを紹介しますので、割とまあ信憑性は高いかなと思います。で、こちらのソフトミニマルトートバッグ、もちろんレザー、とかではないんですけれども、割とこう柔らかめの合皮素材になってまして、最近ザラさんの合皮素材すごいレベルが上がってて、まあ、さすがにレザーと同等とまでは言わないですけど、すごく素材感はいいものになっています。で、ソフトミニマルトートバッグっていうことで、なんかこうちょっとこう、エコバッグみたいな、形をしていて、まあもちろん本番、メインのね、バッグとして使うのもいいんですけれども、僕はどちらかというとサブ使いだったりだとか、ちょっとなんかモードな気分というか、ファッション、まあ、こう、モノトーンに合わせたいファッションの時とかに、使うような感じで、ちょっと個人的にはサブバッグ的な、
まあ、普段メインのいいバッグがあって、で、たまに使いたくなるようなバッグっていう感じで、こちらちょっと押させていただきたいと思います。で、3990円だったら全然僕、安上がりというか全然ありかなと思います。僕実際に定価でこれ発売したちょっと後ぐらいに、購入しました。で、結構こうソフトな、感じなので、まあ、中にこう、物をね、入れて、こうちょっと丸っこくなる感じも結構可愛くて、購入したので、普段僕合皮のバッグとかほとんど買わないんですけど、これに関してはすごく、いいなと思って、まあ、で、合皮っていうことでなんかこう、ケアも必要ないですし、はい。それでいて今回セールで3990円だったら、個人的にはまあ、かなり、ありなんじゃないかな、というふうに思っています。はい。ということで、5点、紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。まあ、もちろんこれ以外にも紹介したアイテムあるんですけど、そういうものに関しては一応、YouTube ライブとかで、まあ、一通りね、言ったので、そこ、まあ、ちょっと気になる方はそういうアーカイブをね、見に来ていただければなと思ってます。はい。ということで、今回5点、選んでね、本当に、まあ、本当に編集中に気づいたんですけど、これ実際に僕自分、普通に定価で買ってるアイテムです。定価で買ってる、本当にザラに週に数回と、あとその新作発表されたら必ず目を通すんですけれども、まあそんな中選び抜かれたアイテムの5個になってますので、ぜひちょっと店頭とか行かれる際は、購入の参考にしてみてください。まあ個人的にはさっき言ったビブラムのブーツ、あれに関しては本当にいいアイテムになるので、本当にまあ、マストバイというか、まあ、全国民にチェックしてほしい、靴になってますので、皆さんもぜひ、参考にしてみてください。こんな感じで、ザラの最新情報だったりだとか、いろんなファストファッション、あとは、その他アクセサリーとか、いろいろ紹介しておりますので、よければチャンネル登録と動画の評価、よろしくお願いいたします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。で、またザラの、反省会ライブ的なものもね、やりたいと思いますので、ぜひそちらも見てみてください。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ついてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今後もファッションの情報やレビュー動画を最速で発信をしていくので、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。See you next time!